プテン翼、戦えドリームチーム。必ず決める。うおシュート簡単に取ってやる。止める。僕が止める。俺のサッカーを見せてやろう。これで決まりだ。どこを狙ってこようと対策は取ってある。よし。お見せてくれたい。そうか。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。俺に止められないシュートなどない。世界一の左足を見せてやる。うわ、ちくしょう。うわ、俺が止める。いくぜ。こんなシュート楽勝だぜ。得意の右足で行くぜ。アルカン砲発射だ。こんなシュート簡単に取れるぜ。甘く見るな。世界一の左足を見せてやる。うわ、俺に反応できないシュートはない。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。虎を超える。これが俺の雷獣シュートだ。止めるぞ。俺の黄金の右腕はまだ死んでない。俺のサッカーを見せてやろう。これで決まりだ。よし来い。分かったろ。君たちがゴールを割ることは 100% 不可能ということだな。パーフェクトキーパーの名にかけてゴールは必ず守る。よし、受け切る。凱旋門ディフェンスだ。行くぞ。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。虎を超える。これが俺の雷獣シュートだ。大した威力じゃないな。そんな小細工俺には通用しない。ここだ。俺たちはまだ終わりじゃない。ゴールデンホークショット発進だ。心配すんな。何の問題もねえよ。やらせはしてない。
世界一の左足を見せてやる。うわあとは任せておけ。うん、どうだ。ファイヤー。何？そんなシュートでゴールを割れるとでも。シュートコースは読んでいます。無駄でした。俺を決められなきゃ。俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。究極のシュート、この爪が剥がれ落ちようと止めてみせる。させるか。どうだ。ファイヤー。与えるわけにはいかないんだ。よし。世界一の左足を見せてやる。うわあ。若道流上限跳ね蹴りだ。どうだ。行くぜ。パス。これを決められなきゃ。俺はストライカーじゃねえ。これが俺の問答無用天下無敵の雷獣シュートだ。俺のサッカーを見せてやろう。これで決まりだ。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。今でも俺はサッカーが大好きだ。甘っちょろいシュートだぜ。世界一の左足を見せてやる。せやな。何？俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。左足を見せてやる。せやどんな強烈なシュートでもこの腕が砕けても止める。ディアよし。Ah!
小林源三を舐めるな。わーた、こっちから行くぜ。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。これが俺の問答無用変化無敵の雷獣シュートだ。俺だってやるときはやるんだ。うわあ、どうだ。それ世界一の左足を見せてやる。はあ、もう覚えたぜ。行くよ。ここで得点されてたまるか。ほれほれ、止める。この俺が世界一の選手になるんだ。ファイヤー。俺は止める。昔のあの時のあの崖での特訓のように。一つ二つ、三つ目はあの大きな岩の後ろに。たったの三つ目だ。